ケストレルは、ニミッツ級航空母艦に酷似しているケストレルは、ナムコのプレイステーション2用フライトシューティングゲーム、ACE コンバット5ザアンサング王及び、ACE コンバットゼロ・ザベルコン王に登場する、架空の航空母艦。外艦は、ニミッツ級航空母艦に酷似したものとなっている。艦名は、超原望を意味する。ケストレルは、オーシア国防海軍第三艦隊に所属する。 ヒューバート級航空母艦の七番艦である、艦船窃盗時はオフ。1991年7月29日、オーシア海軍とニューポートサーゴ造船所の間で、ヒューバート級七番艦の建造契約が締結された。1995年3月25日にベルカ、戦争が勃発した。4月24日には、 戦域構成作戦計画4101号が開始され、オーシア海軍第3艦隊を中心とする艦船が作戦に参加し、ケストリルも試験航行を名目に実戦に参加した。ウステオ空軍第6航空師団の援護下で、駆逐艦5隻、フリゲート4隻と共に、フトゥーロ運河の突破に成功する。百九十九年二月に大ア海軍に引き渡され、 1999年3月27日に収益した。2010年9月23日にサンド島周辺で空戦が勃発し、9月27日にユークトバニアがオーシアに戦線復刻し、艦隊併洋戦争が勃発した。オーシア西海岸のセントヒューレット軍港は戦線同時攻撃を受け、そこに停泊していたケストレルも攻撃にさらされた。 ケストレルから発艦した関西機や三度島空軍基地から駆けつけた第108戦術、戦闘飛行隊三度島文献隊の助力によって湾外へ脱出し、湾外においてもユークトバニア軍艦隊の封鎖戦の突破に成功する。2010年9月30日、第三艦隊を再編成するため内海のベニオン海に至る途中のイーグリーン海峡にて空襲を受ける。 ケストレルは被弾しなかったが、ユークトバニア海軍の潜水空母新白紙が発射した、三段ミサイル攻撃の第一波で、同艦隊所属の空母バルチャー、第二波で空母バザードなどが合沈する。同時に、三段ミサイル攻撃で艦載機の大半を喪失する。その後も数々の戦闘で艦載機が損耗し、戦闘機は、 マーカススノー隊員が操縦する回 -14A の一機のみとなる。母校はカービィン島に移り任務のない日々が続いた。2010年12月7日、スノー隊員登場の F-14A がオーシア軍からスパイと判断されて脱走していたボードッグ隊の4機を撃墜した。本戦争にベルカ人の関与があることに気づいていたアンダーセン艦長により、 発行信号で事前にベールアウトするよう警告した後に撃墜させ軍にはウォードック隊を全滅させたと偽っていたユークトバニアに戦闘機を輸送しようとしていた船舶を打破しシーゴブリーン隊に救助されたウォードック隊のパイロットとスノー隊員が合流したことで4機の戦闘機が運用できるようになったベルカ広告領内のシティア城に監禁されていた ハーリング大統領の救出作戦に成功する。ハーリング大統領の命令で、ウォードッグ隊のパイロットとスノー隊員による混成部隊をラーズグリーズ戦闘機部隊として編成し、大統領直属の戦闘機部隊とした。2010年12月中旬、ハーリング大統領は海兵隊と共に首都オーレットに強行期間を果たす。2010年12月23日、 監禁されていたユークトバニアのニカノール首相をレジスタンスが救出し支援に当たったラーズグリーズ隊によって脱出に成功しケストレルに到着する2010年12月29日セレス海海戦が勃発したセレス海にてユークトバニア軍艦隊がケストレル艦隊に接近したものの上官していたニカノール首相の呼びかけによってユークトバニア艦隊は2敗に分裂した 艦隊の攻撃を中止させようとしたフリゲートのピトムニクは、機関の命令により撃沈される。それによりミサイル駆逐艦、グムラク、チューダ、ドゥープが離反し、ケストレル艦隊との合流を図った。ニカノール首相は、アンダーセン艦長の提案を受け、ケストレルを離れオーレットのハーリング大統領と合流を図った。戦闘の最中に、 ケストレル艦隊は接近してきた、オーシア艦隊に援護を求めたが、オーシア艦隊は、ケストレル艦隊をユークトバニアと手を組んだ、反乱軍とみなして攻撃を開始した。三つがの海戦の結果、ラーズグリーズ隊の活躍により、ユークトバニア軍とオーシア軍の両艦隊は壊滅した。戦闘は、ケストレル艦隊の勝利に終わり、 ユークトバニア艦隊からの離反艦と合流し臨時の混成艦隊が結成された。2010年12月30日、スーデントールのグランダー車を攻撃するため、作戦準備中にあったが、その最中に所属不明の潜水艦から発射された対艦ミサイルの2発がケストレルに命中した。1発目は右舷の環境側面、2発目は右舷前方の側面部分であった。 被弾後、艦が傾斜する中で、アンダーセン艦長は、ラーズグリーズ隊の射出を最優先させつつ、総員隊艦を命じた。ラーズグリーズ隊の発艦は成功し、射出要員も退艦し最後に退艦したアンダーセン艦長も退艦に成功した。撃沈に際して戦死者は出なかった。戦後、サルベージ会社によって、震度300メートルの海底に沈んでいる様子が、 確認された。格納庫には、ラーズグリーズ隊が最後の作戦で使わなかった予備機も残されていた。以下の記述は艦隊兵用戦争時のものである。き以外も、所属部隊はいるものの、名称は不明である。エースコンバット5において、ケストレルと同じ 3D モデルを使った空母がいくつか登場する。また、エースコンバット7においても、 二密急行空母艦に告示した空母がいくつか登場する。オーシア第三艦隊所属の空母。2010年9月30日、ケストレルとバルチャーと共にベニオン海へ向かう途中、イーグリーン海峡で新白紙から三段ミサイル攻撃を受け撃沈される。オーシア第三艦隊所属の空母。2010年9月30日、ケストレルとバザードと共にベニオン海へ向かう途中、 イーグリーン海峡で新白紙から三段ミサイル攻撃を受け撃沈される。口実するようにエースコンバット7に同盟の空母が登場するが関係性は不明である。2010年12月29日に勃発したセレス海海戦においてオーシア艦隊所属艦としてケストレル艦隊と交戦ラーズグリーズ隊の攻撃を受けて撃沈される。東大戦争時に オーシア海軍が運用していた最新鋭空母。2019年5月15日に勃発した東大戦争の初戦において、エルジア王国軍の無人戦闘機によるオーシア本土空襲で、オーシア海軍が要する空母戦力は大きなダメージを受けたが、本艦は外海を航行中だったため攻撃を免れており、直ちにエルジア首都ファーバンティに攻撃を仕掛けるも、 エルジア軍の反撃を前に攻撃は失敗した。エルジア側は、オーシア軍機のミサイルが市街地で爆発し、撃墜されたエルジア軍機が住宅地に墜落したと報道し、国際社会からの同情を誘った。5月30日、エルジアを東西から同時攻撃する両面作戦において、西側を担当し、再度ファーバンティ攻撃の任についたが、関西機が、 市街地を誤爆した上に、作戦は失敗。本館も撃沈された。東大戦争勃発時は、ユージア大陸のガンター湾に停泊しており、海戦と同時に、エルジア軍から攻撃を受ける。湾外への脱出に成功し東方へ逃れることに、成功したが、関西機をすべて失うほどの損害を被った。5月30日には、両面作戦の東側に参加している。 エースコンバット後に同盟の空母が登場しているが、関係性は不明である。ケストレル最後の艦長、ニコラス・ A ・アンダーセンの名を冠した空母。東大戦争開戦時はまだ偽装中で、エルジア軍の無人機による攻撃を受けて軽微な損傷を負った。その後修復され、戦闘機を輸送するため陸上機。 関西家を問わず多数の機を搭載して、有事や大陸に向けて移動していたが、ガンター湾の西で座礁し放棄された。2019年10月30日、軌道エレベーター周辺に展開していた、有志連合が2機の ADF-11F によって、甚大な被害を被り交代を余儀なくされた際に、有志連合所属機が緊急着艦した。その後、 損傷が警備だったことから修復がなされ、翌11月1日に一時的に前線基地として運用された。ありがとうございます。